グラースケはアメリカの小説家 J.D. サリンジャーの連作物語に登場する一家である。グラスケとも表記される。1948年1月31日に発表された短編バナナフィッシュにうってつけの日に長男シーモア・グラースが登場したのを皮切りに作者の様々な作品に一家が登場するようになった。五難二女の大家族で全員が 幼少時代に、これは、振動というラジオのクイズ番組に出演しているという設定であり、高い知能と知名度を持つ、ウィットとエスプリに満ちた家族間の会話、手紙のやりとり等が特徴。この一家の物語は、サリンジャーのライフワークだったが、1965年に、ハップアース16、1924を発表後、 作品を一切発表しないままイントン生活の後2010年に死去した。ライ麦畑で捕まえてと並ぶサリンジャーの主要な著作群だが、特に後半の作品に対しては批判もある。ジョン・アップダイクは、ニューヨーク・タイムズ誌で、フラニーとゾーイの批評として、グラス家の子供たちはあまりにも美しく、知性的で、悟りを開いているし、サリンジャーは彼らを深く愛しすぎている。 彼らをあまりにも身内意識で愛しすぎている。彼らの作り話が彼にはイント遁ン書になっていると述べた。ありがとうございます。